ません、あの寝る前みたいな格好なんですけど、今日一日中この格好です。よいしょー。今日は家の中でずっとバタバタしてました。今日は大変だったよ。もう家の中でずっとバタバタしてた。あれ？あれ？ハサミがない。ちょっと待ってね、ハサミ取りに行ってくる。メガネかけないと何も見えないし、あのちょっと待ってね、すぐ戻ってくるからさ。ただいま。あ、帽子取れちゃった。帽子取れちゃった。いや。いやん。今日は猫ちゃんだから。猫ってやんだからね。あったよ。部屋にあったよ、ちゃんと。ハサミはあるの。ちょっとここの机になかったね。ちょっとチョキチョキしてからね。そう、まずはこう配信を始めてみんなを呼んでから一旦チョキチョキタイムをしておこうということでございます。次できたけど、みんなも集まってくれたかな。ランキングを読んでもいいかしら。ジラサムキさん、ラブレターありがとう。ラブーラブー、おばたんレモスありがとう。キャキャーン。え、てかなんかショールームの背景変わってるんだけど、こんなゴールデンキラキラルームだったっけ、私のルーム。なんか前髪長いし、なんか長いし変だし、うん。ちょっとまだ集まってないな。もうちょっとチョキチョキタイムしとこう。じゃ今日は私はね、ずっと家で何をしてたかというとね、私引っ越しするわけ。でね、家具とかを測らないといけなかったの。そう、本当は昨日測らんといけんかったけど、もう昨日は爆睡ね、もう疲れた疲れたってなって、もう爆睡してたから、まあいいや明日やろうと思ってて、もういい、もう今日がギリギリだから、もう本当に今日やって、すごい大変だったのみんな。もう私のね、腕が短すぎて、そう、私の腕がもう短すぎて何にも測れない。すごい大変だったこれ測るの。でも一生懸命縦横高さみたいな感じで測ったのね今日全部測ったよ。褒めて。うん、そうそうそう、準備進んでるみたいですね。ちょ、準備だいぶしてきておりますよ。今日でね、だいぶできた。うん、すごく大変だったよ測るの。こういう時にやっぱり背の高い人が、あの、いてくれたらなって思いながらね、やってました。はい。ねえ、背の高いじゃないよ。二人おれば簡単なんよっていうか。ね。二人
二人おったらさ、あっち持ってそっち持ってってできるじゃん。なんでみんな来てくれんかった。やちゃん困ってたのにさ、一人で物測れなくて。なんでみんな来てくれんかったん。おこう。ねえ、片っぽずつ持ったらよかったじゃん。メジャー片っぽずつ持ったらよかったじゃん。なんでみんな来てくれんかったんよ。クシに持っといてもらって。クシできないよ。クシちゃんの手こんなちっちゃいんだから。もうクシちゃん肉球ですらないんだから。もうクシの手四角なんだからね。ツルツル滑っちゃうよ。角いもふもふの手だからね。うさぎさんは肉球がないんですよ。よいしょ。そう、クッションにはクッションにはできないことです。そうそうそう。ねえ、大変だったのよ本当に。頑張った。ほんで今度私内見しに行くんですけど、その内見する部屋も今日一日中調べて4件しか行けないからさ、もう一生懸命4件に絞って、えんやこやらしてましたね。今日はずっとずっと今日はその引っ越し準備に追われてた。えんやさあさあ、うん、オンライン内見とかもあるんだ今。それはちょっと知らなかったけどさ、でもやっぱちゃんと見た方がいいじゃん。知らんけど。引っ越ししたことないけ知らんけど、でもやっぱちゃんと見た方が良さそうじゃん。だからもう頑張って4件に絞ったんだ今日は。ママに電話しながら。ママにあらこうら言いながら、そう、太陽入らないとかいろいろ見た方がいいって。ちゃんといろいろ見るね。ここに本当に住むのかと思いながらちゃんと見るね。どんぐらい住むかわかんないけどさ、もう一生住むかもしれないじゃん。わかんないけど、わかんないけど、もう一生住むぐらいの気持ちでやっぱ見ないとダメだよね。よいしょよいしょ。なんかもうちょっとでね、チョキチョキできますけど。お、集まってきたよ。1271になったからだいぶ集まった。よいしょよいしょ、チョキチョキはもうちょっとで終わります。パチン、終わった、終わったかな、終わんないかな。うん、終わったね。よいしょ、七並べからだね。よいしょよいしょ。どんどん稼いで部屋をグレードアップしていきましょう。それを目標にしております。将来の目標、タワーマン。おもろ。うん、頑張ってこう。夢はでっかく頑張っていきましょう。すすすす。
最初からタワマンじゃないよマンションです。はい、マンションからスタートしてます。私の人生、私の一人暮らし人生はマンションからスタートします。前髪をとうとう整えてからね、読みたい。よいしょ。ワイは風呂なしアパートからのスタートでした作手東京に住んだ人たち、夢はでかくいきましょう。いつか必ずあのタワーマンションにたどり着くんだという気持ち、胸熱でいきましょう。はい、ということでランキング七並べの方をね、読んでいきたいと思います。先月のランキングはなんと私のメンバーランキング、ちょっと本当にね、前髪気に入らないのじゃ、ちょっとメロちゃんの串でこう解いてあげないとダメ。よいしょ、OK。 はい、ということでメロちゃんの薬でも解いたので、なんだっけそう、七並べのランキング先月のやつを読んでいきたいと思います。イケアのローン払い終わった、えらーい、本当にね自分の力でね、いいとこ住めるっていうのが一番いいですから。はい、読んでいきます。10位、あ違う、私のランキング、なんかメンバー内ランキングみたいなやつはなんと3位だったので、すごくない？3位ということで、ランキングは10位まで読んでいきますね。推しメンランキング10位がゆうきさん、おめでとう。19位がライトポールさん、おめでとう。8位が赤ちゃん、おめでとう。7位が太郎さん、おめでとう。6位がのりあっとすしなささん、おすし5位がもじゃもじゃさん、おめでとう。4位がつーさん、おめでとう。3位がここからは、あ待って忘れてた、七並べ神セブンの読み方ちょっと違うんだった。7位からもう一回言っちゃうね。7位はドロロロババン、太郎さん6位はドロロロババン、のりあとすしなそう、おめでとう。5位がドロロロババン、もじゃもじゃさん、おめでとう。4位がトロロロパパン、つーさん、おめでとう。はい、ということでここからは3位からなので、表彰状をお渡ししていきたいと思います。じゃーん、じゃーん、じゃじゃーん、じゃーん、じゃ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 ん、じゃんじゃーん、アベリサマオさんです。あなたは第75回お締めイベントにて第3位になったことをここに称します。ということでアブリザームさん、おめでとう。スクショ3、猫のひげおめでとう。アブリサムさん、おめでとう。
寿司なぞ。で続いて2位ですね。チャーンチャーンチャチャーンチャーンチャ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 ンチャンチャンダーン、おばちゃんです。おめでとう。あなたは第75回お締めイベントにて第2位になったことをここに称します。おめでとう。ににんにゃ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 んのにそして第1位はチャーンチャーンチャーチャーンチャーンチャカチャカチャンチャンチャーン、シンリンさん、おめでとう。はい、あなたは第75回おしめイベントにて第1位になったことをここに表します。ということで第1位でした。おめでとう。ナンバーワン、おめでとう。111おめでとう。111すごいよね、本当にね。七並べっていうのはたくさん本当にやらないとこのねランキングに乗らないので、みんなのそのプレイ数はいつも本当にびっくりします。いっぱいやってくれてありがとうね。はい、ということで何月だっけこれ、3月か、3月の第75回おしめイベントの結果でございました。おめでとうございました。はい、続いてはタワーのお礼になります。やばいやばい、タワーのお礼がなんとですね3月19日からあるんですよ。びっくり遅くなってごめんね、ごめんね。あのひらちゃん本当に卒婚一生懸命作ってたんだ。うーん、ごめん、そうそうそう、許してくれって感じで3月19日から読んでいきたいと思います。3月19日はででん、横綱くん、タワーありがタワーでございました。遅くなってごめんね、本当にさ、こんなに遅くなるなんてびっくり私もあ、横綱くんいた、ありがとね、 Thank you、 ありがタワー続いて4月20かな、いや3月20があるわ。3月20が1232かなですね。はい、まずはあっこちゃん、ありがとう。あ、多分ね、多分なんだけど3月19日はファンミしてたのかな。で3月20が何してたんだろうねあれ、ファンミどっちだかが多分ファンミ19な気がするんだよな。20は何してたんだろうね。あ、そうだ、確かにそうだったわ。幕張の話し会が次の日あったね。じゃあお話し会の後ですね、こちらのタワーは。ありがとう。なんかさ、すごい最近の話なんだよね、すごい昔の話に感じる幕張のお話し会この1ヶ月間濃すぎてなんかすごい昔の記憶になっちゃった、びっくり、ありがとうありがとうね、あこちゃん。なんかすごい幕張でお話し会したの昔に感じすぎて今びっくりしちゃった。
でクラゲさんですね。あと香港クラゲさんもありがとうございます。クラゲクラゲクラゲそしてザキーさんもありがとうございます。ありがとうね。バイそんな感じかしらね。そして4月20ですね、卒コン終わりのタワーのお礼をしていきたいと思います。よいしょ。おばちゃんありがとね。卒コンタワーありがたわ。そしてカメラさんありがとね。卒コンタワーありがたわ。そして東京のスワンさんありがとね。卒コンタワーありがたわ。そしてローケイティさんありがとね。卒コンタワーありがたわ。はい、ということでみんな言えたね。よいしょよいしょ。危ないからね、本当に言わないとさ、ひなちゃん言うって言ったのにさ、5月1日になっちゃったよって卒業しちゃったよってなっちゃうとこだったから、本当によかった今日言えて本当にありがとうございました。すいません遅くなってしまった。なんか意外とバタバタするんだよね本当に。まあ意外じゃないか、もうなんか卒業するってなったらそりゃ忙しいかって感じなんですけど、ちょっと前髪切ってもいい？気になりすぎて前髪切っちゃった。よいしょ。これをトギトギしたいな。トギトギ。トギトギしたいよ。切ってもいい気がする。いや、これはダメか。これも切っていいか。よいしょ。よいしょ。はあ、すっきりした。こんばんは。うん、私毎日前髪切るって言ってもいいほど毎日前髪切ってるんだよね本当に。毎日気に入らないの前髪がいつも完璧な状態で痛すぎて毎日切っちゃう。今日はこれがベスト。本当にリップ塗ろう。見て、これミヒンがくれたの、卒コン祝いに。すごく可愛くて毎日使ってるこれ。うるうるになる。グロス。これミヒンがくれたバラ、バラの花。可愛い。これ毎日使ってミヒングロスと思いながら使ってるあ、そうだ、ランコムのグロス、女の子ファンにね教えよう。ラブソリューグロス S351 番シュールレッドワって書いてあります。351番のグロス、これはあの私多分ブルベブルベの方におすすめです。はい、何でも合う。うん、なんかこうリップにちょっと突き出す感じがいい感じ。はい。あ、男の子のハンマー参加にします。
確かにグロスだしね、グロス塗る方は多そう。メンズメイクってやっぱこのグロスとさ、あれなのかな、ファンデーション、コンシーラー、シェーディングとかなのかな。うんうんうん、色なしのグロスとかは普通に使えるかね。ディオールの0番とか、あ、やっぱそうなんだ、グロス使うんだ。ぜひ。あ、やばい、テロップ変えとけばよかったね。ここにはおやすみ前に、よいしょ、母さん、クマありがとう。クマ今日猫だけど。猫クマ、クマ猫。よいしょよいしょ。この間通称見たらひなちゃんのブルベとワイのイエベのコントラストになってた。それ本当にミーヒンとね、あのよく言ってるの。本当にミーヒンとでさ、よくツーショット撮ってたんだけどさ、やっぱこう隣にいたからいつもミーヒンにさ、本当にメイクの色が違う本当にひなちゃんはピンクって感じのブルベって感じの色で、本当に私あのイエベって感じのオレンジって色って言っててさそう本当違うよねって言って大爆笑してるのいつも。そうそうなのね、だからあの参考にしてぜひイエベの人はあのミヒンのメイクを参考にして、ブルベの人はヒナのメイクを参考にしたらいいんじゃないかと思う。ツーショットでこう見比べてみて、あ、こっちがブルベでこっちがイエベのメイクか。うん、石屋さん、タコありがとう。タコうんうん、どうぞどうぞ俺はブルベ好きやで、ありがとうね。そう、私ブルベのいいところはまあ普通にこうなんだろう、白い、肌が白いってことだと思うのね。でもダメなところは本当に血色感がないの。うん、本当に不健康そうな色してるのね。だから本当にあのイエベさんの健康的なこう血色感本当に羨ましい。うん支えたくなりますね確かにね。うん、なんか本当に不健康そうだよね私って。でも私どちらかというとピンク味ある肌だからまだ大丈夫か。結構画面蒼白気味だけど、足とか結構私ピンクなんだよね。私の足ピンクいよ割とそう腕とか上半身割と白、白身、とにかく白身って感じなんだけど、足はピンク味です。はい、りくん、くまありがとう。くま、うん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 、色白で羨ましいって、みんなも白くなれるさとにかく焼けないようにしてるしね。そう、と
にかく焼けないぞ。ほぼ壁の色目指せほぼ壁の色。そう、あ、クシちゃん目指そうかな。やっぱクシちゃんも真っ白もほぼほぼ可愛いからね。目指せクシちゃん。新キャラ同化してしまうちょっと一番面白いかも。うん、こうやって張り付いて生活しようか。クシは白すぎるぞ。クシちゃんって白って200色あんねんけど、クシちゃんはもう本当にオフホワイトの色。うん、明るくてちょっとの黄みもない、うん、オフホワイト。ジュンさんタコありがとう。タコイアミカナソ。白って200色あんねんけど、クシはオフホワイトやねん。タコとフグの違いがあるよ。タコはで、フグはほらあったでしょなんやねん。200の魅力を持つひなちゃん、こんばんは。あ、どうもどうも。ひなって200色あんねんか。ふぐ派閥間違い探し本当に間違い探しレベルになるんですけどね。選べないクレヨンだもんね。そうだね、私はね24色の魅力があるから。あなたはどれにする？選べない、選べないひなちゃんでしょ。黒、黒のひなちゃんにするの。あらあらだいぶ闇落ちしたひなちゃんを選ぶのね堕天使ひな。フグの引き継ぎはリコーチかなフグの引き継ぎとかないからおもろいよ、フグの引き継ぎあったら。うん、ダークピオ、ダークピオ怖いよ闇落ち。なかったかあったらおもろいでしょ、誰もいらん名誉なしおもろいって。フグの引き継ぎマニュアル作ってないってないから。そう、
あ、そういえばさ、私ペンライトカラーピンクと黄色でさやってきたじゃん。なんかね、あの噂によるとね、卒業の日にね、くるくるが見ひにペンライトカラーピンクと黄色がいいなって言ってたらしいの。あげるそう、くるくるだってあざと女王だったし、あげようっていうなってる今ひなの中で。そうだから、ピンクと黄色はくるくるに引き付くと思うよ。今度卒業公演の時言おうと思ってて、そう会えてないからね。言えてないんだけど、うん、そこの継承はあります。ね、こういずれ誰かがさ、きっと STU の中のピンクと黄色のペンライトカラー担当になるわけだからさ。そう、まあ別に3期生じゃなかった、4期生のさ誰かとか5期生の誰かがピンクと黄色を受け継いでも別に何も文句言わないしいいんだけれどもさ、そんな可愛いクルクルちゃんがピンクと黄色がいいなって言ってたら、そりゃあげるって言うよねっていう話。うん、そう、それ嬉しいね。ね、嬉しいよね。そのね、みんながさ、ピンクと黄色の景色作ってくれてたじゃん、卒業コンサートの時に。それ見て可愛いって思ったんだって、いいなって思ったんだって。あげるよお姉ちゃん泣きそう。あぶりさんさん、クマありがとう。クマねえ、ねえ、めっちゃいい話ね。みんなが作ってくれた景色見てピンクと黄色かわいいって思ってくれたんだよ。すごい嬉しいなと思ってあげます。うんうん。話すぎるな。どうぞどうぞ。ね。それは妙理にすぎる。みんなの。ピンクと黄色が可愛かったって、キュンだよ、胸キュン、なんかキュギュンぐらいの、胸ギュンぐらいのやつ食らっちゃった。そう、まあでも私ピンクと黄色って言っておきながらすごくピンク担当みたいな感じの動きしてたけどねピンクと黄色担当かっこピンク強めみたいな働きしてたけど、ずっと、うん、おもろ動きでもあのね、たまにさピンクと黄色のお花とかもらうとすごい嬉しいの。私なんかその街とか服屋さんとかでピンクと黄色の配色のやつ見つけたら、ペンライトカラーなんてすごい嬉しい気持ちになるの。この嬉しい気持ちになるのってすごいやっぱアイドル特有の嬉しさだなって思う。うん、なんで黄色選んだの？ひよこ。そう、私名前がひなって名前だからさ、その当時ね、そう初期の頃すごいにひよこ帽をかぶって来てくれる、会いに来てくれる、そう、まあ私のファンの人たちの名前ピオちゃんズって言うんだけど、そのやっぱひよこのイメージもあったかな。でも私好きな色はピンクなのね、もう大好き。0歳の頃からピンクが大好きだからピンクがいいなとも思ってたから、ピンクと黄色になってた。うん、
その色の配色街で見かけるとヒノポ思い出すもんって嬉しい。みんなもピンクと黄色の配色があったな思い出して私のことね、めっちゃ黄色のイメージあったでしょ。菜の花の意味合いもある。そう、私ひなって名前だし菜の花の菜使ってるからさ、菜がそうひよこだし黄色のね、その菜の花の菜だしみたいな、黄色も入れたいなと思って、でもピンクの色が一番好きだしなって思ってピンクと黄色の色になっておりました。はい、だが自然と私が一番好きな色はピンクだったため、あのピンク多めのアイドル人生でした。この前桜と菜の花のコラボレーションに来た。そうそうなんだよね、意外にも春はひなちゃんカラーの季節なので桜のピンクと菜の花の黄色が咲く季節なのでね、春は。見つけたらひなちゃん思い出してください。私見たよ。トラさんの黄色い色はひなちゃんのピンクも良かった確かにちょうどねちょうどピンクと黄色だねこれから、これから私多分ピンクピンクだけになるかも。よいしょ、ピンク言う。りくん結婚してありがとう。結婚ずっとピンクでいるね。私が卒業するって言ってからさ、そのずっと一緒におったメイクさんとかさ、メンバーとかがさ、やーちゃんどんな大人になっていくんだろうねーって話してくれるんだけどさ、やーちゃんは絶対ずっと変わらないよって、絶対ずっとアイドルで、絶対ずっと可愛いおばあちゃんになってるよって。ピンクフリフリおばあちゃんになってるらしい私。でも確かにと思っちゃって、ピンクフリフリおばあちゃんをあの50年後とかに見つけてください。50年後とかに見かけたあのピンクフリフリおばあちゃんはひなちゃんかもしれない。のりしおさん、くまありがとう。くまかわいいままのひなばあちゃんそうメルヘンおばあちゃんになってる。50年後も生きててよみんな。とか言いながらね、ひなちゃんも生きてるかわかんないしね。みんな生きてたらいいね生きてたらいい、よくもないな。幸せだったらいいねみんな。そう思う。
せだったらいいんだよ。そうだよ。肉体捨てて電脳の世界観、本当だよね。あり得る。肉体は凍結みたいな、なんていうんだっけ、ああいうの、ブリザードなんちゃらみたいな、コールドなんちゃらだっけ、なんかあるじゃん。して脳だけ生きてるみたいな。コールドスリープ、コールドスリープかも。なんかあるじゃんね。知らない世界かもしれない。知らない世界。本当に AI で生きてる可能性もある。ねえ、まあ、え、びっくりしちゃった。転生します。転生したいの、いいことだね。私はもうずっと天国でってしてたいけど なかなか地上には帰ってきたくないけど、どう、みんな。人生は難しいからな、本当にそうなの。人生は難しすぎて。ね。異世界で最強になる絶対それも嫌だもん、ひな最強でも最強でもね、嫌だ。うん、人生って大変だから。うん、ゴールデンウィーク忙しい。ああ、そうだね、超引っ越しのやつやってるかもゴールデンウィーク。ライジングホールシュナーで見送ったら自分を一区切りつけます。ないしょって一区切りつけるんだね。ひなちゃんと一緒衣装でいいよ。衣装がいいね。うん。引っ越し手伝いに来なくて怒られたい。本当に怒りたいかも。手伝ってくれるよね。ガチ怒。手伝ってくれるよね。くれないとか許さないよ。
本当に引っ越すし、家バレしてもいいよ、言っとこうかな、 SNS で募集しようかな。いや、やっぱダメだな、ひなちゃんの部屋に入るっていうことをしてしまったらみんなはもうその場で尊しを告げることになるからな。ひなちゃんのキャパオーバーをしてみんな尊ししてしまうから、この部屋には絶対に来れない。残念だ。死んでしまうからな。人生に悔いがなくなるかな。そうだよ、ひなちゃんの部屋に入った途端我人生に悔いなしってなって尊ししちゃうから、ちょっと来れないわやっぱ。頑張ってするね、頑張っていい、バタ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 ってやるからね。初日から自己分岐やめて、本当に自己物件になっちゃう。でも本当に焦点、完全に焦点しちゃうから自己物件になっちゃいますね。はい、ルームツアーできないね。もしかしたらここ契約されるかもしれないからね、ひなのファンの人に。いやいいけど、いいんだけど、でもなんかちょっとね、一応ね、そう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 。一応最後までバレないように。しまってるのびっくり。尊しって書いてあるんですよ。びっくりだわ、それは気になっちゃうわ。卒業公演まであと5日か、現実。なんかね、私が昨日さ配信でさ「卒業公演まであと6日」って書いて配信テロップにしてさ、配信した後にさ、その配信見に来てくれてたさ、あのファンの子がさ、なんか「あと6日なのは現実なんだけど、なんかでもなんか受け入れられない」っていうコメント見て。確かにと思って、もうあと何日っていうの、ひなもなんか寂しいし、なんか受け入れられなくなっちゃいそうだから、もう言うのやめようと思って、そう、もうカウントダウンしないから。そうそうそう、そのコメント見て確かにって思っちゃって、もうカウントダウンやめるね。そういうこと。ねえ、毎日あと何日ってひなちゃんにカウントダウン確かにされたくないよなってすごい思った。ごめんって、心からもう一生カウントダウンすることをいたしません。もう一生しないです。はい、ごめん。
寂しくなっちゃうよね、それ言われたらね。でもまだ時間ない、わかるわかる、こんなに引っ越し準備してるのに私もまだSTUにいる気持ちでいるからねそういうとこ好き、あ、ありがとう。ねえ、まあそりゃそう、まだ私シティフォーテッドメンバーだし、そりゃそう、ちゃんとそこをよく仕事を真面目に、はい、やっておりますちょっと待って、やめた後もちゃんとするわやめた後もそこをよく仕事を真面目にやります、はい。うん、面白、うん、まるでしないみたいな言い方しててびっくりした自分が、うん、あり、それはそうじゃんねって思って言った後にあれ、それはそうだよな当たり前じゃん、面白。あ、確かに、でもしばらくちょっとニートする気持ちでいるんですよ。でも本当に1ヶ月ぐらいニートしたいうん、私5月はちょっとニートしてるかも、ごめんみんな、うん、5月はニート、ニート、うん、ガチニートするからよろしくお願いします。皆さん、俺も、俺もなの ?5 月ニートするの、頑張ろうね、一緒にニート何を何をうん、自宅警備員ってやつ、そう、自宅警備員、まあでも普通に旅行とかもしたいなって思ってるから、そこまでガチガチの自宅警備員ではないかもしれないそうだね、さすがにちょっと1ヶ月ニートさせていただけたらいいなと思っております、すいませんね。あ、ひなちゃん休業中かなって感じで思っててくださいごめん、耐えられなくなって出てきちゃうかもしれない、でも普通に、え、1ヶ月ニートって言ったじゃんみたいな、いや、じゃあ全然なんか発信してくるじゃんと思ったらびっくりしといて、うん、そういう時もあるかも、わかんないけどね。おかえり、一番に言うね、一番に言ってねー寂しくなったらいつでも前においで、泣ける、涙目、よし、みんなでニートになろうダメだよ、あの、私はうん、ちゃんとしたニートだから、うん、そう、ちゃんと期限決めたニートだけど、みんなもちゃんと期限決めるならいいけど、うん、期限決めないならダメだよ、ニートになっちゃう そう、ちゃんとしたニート初めて聞いた私はちゃんとしたニートだから、期間限定の、うん、ニートするときはちゃんと期限決めます、本当にだよ、約束ねそう
世界は私たちのこと待ってくれないんだから、世界はいつだって変わり続けるんだから、絶対に期間を決めようね。推しニートでさ、やちゃんのこと推しニートにしてくれる、みんな。あのニート推すってすごい嫌だと思うけど、推しニートにしてくれる。大爆笑。ちょっと待って、本当に面白い。はあ、息できないぐらい面白い。はあ、もう笑っちゃう、涙出そう。コメントも面白い。はあ、面白かった。うん、はあ、一番面白いよ。推しニートって何、信じられない。うん、そう、本当にやばい。うん、推しニートはもはや紐。いや別にみんなにお金借りるわけじゃないし、別にみんなからお金借りないし、自分のお金でニートするし、紐じゃないし。汗汗汗汗、暑いな。うんうん、適当も知れようなり。QMC 送ればいい。もう本当に推しニートじゃん。そこまで来たらさすがに推しがニートすぎてるからダメだよね。うん、大丈夫だよ。うん、紐じゃないよ、私はただのニート。ニート推すの初めて、どうしよう。大丈夫、あの本当短いからニートの期間。うん、そうそうそう、本当にニートの期間短いから、あの本当にそこだけは約束してる。うん、びっくりしちゃうよね、ね、本当にね。うんうんうん、休業みたいに思ってくれてたらいいかな、ね、その期間。かずきくん、タッグありがとう。そう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 。一旦休業みたいな思っててください。はい、やっぱニートって言い方がちょっとよくわかんない、ダメだったね、やっぱね。うん、まあはっきり言ったらニートなんだけれども、休業って思っててください。綺麗な言葉で、はい、お願いいたします。充電中、あ、それもいいかも。充電中と思っててくれてもいいかもね。うん、そう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 、充電期間。うん、ちょっとあまりにもちょっとね、あれだからさ。うん、充電期間、うん、すいません、本当に誰がニートって言い出した、ひなちゃんのこと。合ってるけどおもろいわ。うん、誰が言ったんだろう、この言葉を。自分で言った？え、言ってないよ、私絶対コメント欄で見て言ったよ。言うわけないじゃん、私が。自分のこと自分のこと下げすぎすぎんでいる、下げすぎすぎない。
私突然言いました。嘘だ、私言ってないよ。誰かが言ったんじゃん。私言ってないよ。やばいやばい、もう54分じゃん。ランキング読みます。はい、やってもうたって言ってる人いる。あなたか、あなたが言い始めたか。はい、ランキングを読んでいきます。13位ゆきさん、ゆきさんのことが好きなさ。ジニーのりしおさん、いつもありがとう。いつもお母さんしかひなしか、こちらこそありがとう。ひなしかで言ってね。じいちおばちゃん、ガンガンひなこん、ひなこん。じいよしおさん、ゴーズニート楽しんでる。好きなさ10年期間です。はい、よろしくお願いします。キュイサミキさん、キュルキュルのだひなさん、ひな、俺にとっては大天使、ノットイコール怖くも、まあ、確かにね、私は天使と怖くものミルクを持っておりましたので。ちいつさん、充電過去ニート期間も押します。ありがとう。充電中過去ニート、ひなちゃんも押しててね。なんか喉ガラガラになっちゃった、笑いすぎて。やばいやばい。7位ドリンさん、もうすぐ推しニート感情日。ほんと短いんだから、10年期間って言葉に変えてよ。おもろ。6位マコタさん、マコタさんのことが好きなさ。喉ガラガラなんだけど、 , 笑いすぎて。ごひかずきくん、かずきくんのことが好きなさ。よいよめいさもんさん、祝七並べ神世代にねえ、おめでとう。上上上だったね、おめでとうね。サイン、そしてサイン、 D くん毎日配信ありがとうね。そろそろあラブレターと手紙届くかもって、嬉しい、待ってるね、楽しみ。にかぶろさん、かぶろさんのことが好きです。そして1位がドロロロパパン、ルキーさん、何度生まれ変わったって必ず、いや君を見つけるよ。そうだね、たとえ何があろうと、来世でも会おうな。はい、ということで、また今日も配信ご視聴いただきありがとうございました。七並べのねランキング、3月のやつは読めたけど、4月のやつもね、頑張って読みたいなって思っておりますんで、はい、絶対読みます。はい、ほんでもって束の礼もね、3月の19から読めてなかったのを読ませていただいたんですけど、ありがとうございましたね、改めて。それでは明日はねちょっとね一日忙しいのでね、配信できないんだけれども、また明後日も配信できると思う。うん、できるできるって感じなので、また明後日配信はしますけど、でも5月1日は夜配信できるのでね、それが最後の絶対に配信になります。はい。ということで、うん、明日も頑張ってねって、ありがとう。明日すごい大変だから頑張る。うん、そう、ひなさんおやすみなさいって、おやすみ。あね、次の配信も楽しみにしててね。そう、頑張るね。じゃあね、またね、みんな。今日も一日、おつびょうでした。またねー。みんなのことずっと、好きなんだからね。
たおやすみ、いい夢を。ひなちゃんの夢見るんだよ。おやすみね、みんな。まだね。なんか12時になったかな。配信終わるまで。